はい、こんにちは、こんばんは、白銀の肌です。今から FGO の動画撮っていきたいと思います。今回はエリちゃんについて解説と運用やっていきたいと思います。まあエリちゃんに関してはね、まあ普通に何度出てきても何度出てきて恥ずかしくないとか、まあいろいろな伝説があるけど、まあまあまあそこら辺を保持してちゃんとやっていこうということで、エリちゃんに関してはちょっと重たいですよ。大丈夫ですか？大丈夫かな？大丈夫か？スキル強化が1回来ております。で、何がスキル強化来ているかっていうと、これですね。読めない。何これ、なんか何々のカリスマ漢字力のなさだね。まあ第一スキルについてやっていきたいと思います。もともとは普通のカリスマだったんですが、それにまたスキル強化が来て、付属っていうか追加されたっていう感じだね。で、まあ第一スキル倍率としてはレベル1で、味方全体の攻撃力をアップと、自身を除く味方全体の女性の攻撃力をアップなんですが、まあこれ相当強いんだよね。まあ理由としてレベル1で両方とも 10%、 レベル6で 15%、 レベル10で 20% なんですが、まず女性サーバントっていうのが、まああのあれだね、限定になるんですが、これ 20% アップっていうだけじゃなくて 20% プラス 20% アップしてるんで、まあ単純計算どうなるんだ、 40% っていうのはダメなんだけど、まあ相当火力が上がります、女性サーバントに関しては。っていうので、サブとしても使える。で、まあカーリン自身にね、あのつかないっていうのがまあしゃあないんだけど、まあ、確実に10%、20% か、10にしたら 20% 上げてくれるっていうのもあるんで強いと思います。これは普通にね優秀で、これですね、拷問技術、これに関してはレベル1で、というか防御力ダウンがレベル1で 10%、 レベル6で 15%、 レベル10で 20% ダウンなんですが、まあこの第一スキルと合わせるとすごいいい感じだよね。まあやっぱ敵の防御力ダウンしながらも味方の女性サーバントいたら、そこでね、合計 20%20% 上がってて、敵が 20% ダウンしてる、まあすげえ攻撃入るよねっていう感じだね。普通に強いで、戦闘続行に関してなんですが、これね5ターンじゃなくて4ターンなんだよね。そこが注意必要です。で、レベル1で、750、レベル6で1375、微妙だなこれ。でレベル10で2000なんですが、まあ2000、レベル最大に2000になるんだけど、まあちょっと微妙かなっていう感じ。やっぱりね、2000回復するのはいいんだけど、まあその2000回復したところで感があるっていうのと、まあいかんせんね、ちょっとね回復サーバントがいないとこのガッツうまく使い切れないっていうのもあるんで注意が必要。ただまあ完全的にサポートに回るってなると、あれだね、もう第一と第二ガン上げしといて、まあ最大で第一が5ターンで、第二も5ターンか、両方5-5にすることできるんで、まあそれでサポートとしてなんか1回だけ耐えてもらうとかいうのもありだねって考えると、まあまあそこそこサーバントというかスキルとしては使いやすいっちゃ使いやすいサーバントだね。で、バートリーエルジェルジェル宝具なんですが、敵全体に強力な防御無視の攻撃&呪い状態を付与で、呪い付与が3ターンのオーバーチャージで効果アップ、で呪いのダメージに関しては、オーバーチャージ1で500、2で1000、3で1500、4で2000、5で2500なんですが、まあ相当ね弱くはないんだよね。ただ呪い状態っていう時点でちょっとね、あんまり使い方が難しいっていうのもある。どちらかっていうと強力な防御力無視、防御力を無視してくれるっていう方がメインで見た方がいいかな。やっぱ呪い状態で3ターンね、まあ2500、オーバーチャージ5で2500だから7500か、でまあ最悪2で3000与えたとしても、まあなんか敵が超絶硬いやつじゃない限り、あれだね、ジークフリートさんとか2016のヤドカリとかじゃないければ、まあ特にあんまりなんか呪いにこだわってやる必要はないんじゃないかなと思います。で、性能としてはクイック2枚のアーツ1枚のバスター2枚なんで、まあクリティカルした時にアーツ性能が悪いのかなと思うんですが、1枚しかないんで、まあアーツ性能に関してはそこそこって感じだね。でまあ、言うの忘れてたけど、スキル強化なんで、この第一スキルちゃんと強化しないと味方全体の女性に、味方全体女性の攻撃力アップつかないんで注意が必要です。
って感じかな。で、冷蔵に関してはまあバスターアップでいいんじゃないかなと思います。素直にね、バスターアップ系のやつ、あとは普通にこれバスターアップと NP 獲得量アップとかでもいいと思う。まあ下手し普通にカレイロスコープとかそこら辺飲んでいいんじゃないかなと思います。クリティカル威力に関してはまあ微妙かな。自身でクリティカルとかスター集中とか持ってないんで、まあそう考えるとバスターアップとかの方がいいんじゃないかなと思います。逆にガッツレースをつけて絶対耐えてもらうっていう、ほんと何度出てきても恥ずかしくないんですか状態にさせるっていうのもありっちゃありだと思います。では新宿のどこだったっけ、まあ髄液が落ちるところに行ってみましょう。はい、ではやっていきましょう。まずあれですね、普通の何もなしの状態の清姫魔法組ですね、槍ので。まあスキルも使わないでおこう。普通にどれぐらいの火力が出るかっていうのをまあやっていきます。ノーバフだね。エリちゃんのバフは後につけます。ああマスター、見ててくださいましね。そう、まあ普通の敵だとまあアーチャー相手だとどれぐらいかな、74,000ですね。最近ね、なんか重いのかわかんないんだけど、いつの間にか消えるっていうことがあって怖い。まあそれぐらいの火力を与えることできます、単体でね。てかそう考えるとキヨヒ本当に火力高いね。で、やっていきましょう。NP 効率に関してはまあそこそこ、そんなめっちゃ高いっていうわけではないね。まあ普通って感じだね。で、まだ3バトル目まである、3バトル目まであるんで、まあのんびりのんびりやっていきます。この狙った感がやばいな。まあ清姫貯めます。エリちゃんに関してはもうその次のターンぐらいでいいかな。あ、ここまで貯まればいいね、エリちゃんで殴っていこうかな。なんで俺マシュにあれつけてきたんだろう、ケーネスレート。まあいいか、スター集中というかスター発生のやつぐらいつけていけばよかった。了解、任せて。で火力としてはこんな感じですね。あ、クリティカルしなかったか、超痛いんだけど。でここはスター出しっていうので見てみようかな。3枚目スター、クイック指導の3枚目スターだとどれぐらいかな。気持ちちょっと出てるかな。ただそこまでめっちゃ高いっていうわけじゃないから注意必要だね。重たい重たい重たい、これやばいパターンな気がするんで一回落とさないで大丈夫か。バスター指導で殴るとこんな感じですね。バスタークイックバスターで、多分クリティカルはしないかな。あ、しましたね。まあただこれぐらいの火力出るんでクリティカルして、まあ割とやっぱエリちゃんに関しては火力は高めなんじゃないかなと思います。で、この状態でキヨヒですね。まず、この両方打っておきます。でさっきやったキヨヒがどれぐらいだったっけ、まあ相当出てたと思うんですが、それがどれぐらいまでの火力に上がるか。どちらかっていうとエリちゃんはね本当にね、サブアタッカーとして使うよりやっぱデバフ、バフ要因っていう感じで使った方がいいんじゃないかなと思います。火力としてはさっき7万近く出てたと思うんですが、9万ぐらいですね。薄くてごめんなさい、俺の携帯の端末がっていうのがあるんだと思うんですが、まあそんな感じですって考えると、まあ最大にするともうちょっと上がるのかな。7万ぐらいから9万、うん相当上がってるね。で、その普通にそのターンに関してもあれだね、3ターンの間は味方のバスター上がってるんで、うん、バスターじゃない、攻撃力が上がってるんで、まあ割といい感じに貯めれるっちゃ貯めれるね。で、ここはまあエイちゃんの宝具ですね。宝具がどれぐらい出るか、自分のバフだけでそれもちゃんと見ていかないとね。
これ絶対落とした方がいいやつだな。あ、大丈夫かな。火力としては、8万1000だったんで、両方相手に4万ぐらい与えてるかな。そう考えるとやっぱカリスマが結構いい感じで入ってきてるね。そう考えると普通にエリちゃんはやっぱりサブアタッカーだな。サブアタッカーとして有能なんじゃないかなと思います。4個ぐらいだね。こういう時ガッツ打っとけば大丈夫って思うんだけど、なんか俺ガッツ打ってないっていうね。めっちゃ重いやん。どうしたん急に。で、まあここは普通にエリちゃん指導のバスターのバスターチェインでどれぐらい火力出るかっていうの。1万2000ですね。まあ割とエリちゃんに関しては使いやすいんじゃないかな。やっぱりなんか癖があるっていうより素直なサーヴァントだと思います。武装完了、行きますね先輩。はい、ということで、やってきました。やっていきましょう。まず NP 効率とかそこら辺のを見ていきましょう。ジャンヌとマッシュ、マッシュに関しては適当に入れてて、ジャンヌ入れてる理由はね、ちょっとスキル的な意味で入れてます。クイック指導のクイックバスタークイックで12個ですね。星出しに関しては、まあ星出しに関してはまあそこそこそんなにめちゃくちゃ高いっていうわけではありませんね。でエイリちゃんにスター集中度アップのやつ入れております。これは交渉後、はい、押し切ります。よしジャンヌクリティカルしたな。で、ジャンヌなぜ入れてるかっていうとこれですね。竜のやつ、竜特性を持つ味方全体の攻撃力アップっていうのとエリちゃん普通に合うんで、まあそれで入れております。 OK、はい、スター集中度上がってるからいいね。クリティカルに関してはどれぐらいかな。オーバーチャージ、オーバーキルするから微妙だけど、オーバーキル込みで結構上がったね。やっぱアーツが1枚しかないっていうので、アーツ性能は割と高めっちゃ高めかもしれないね。なんか面白いな。全然なんかエリちゃんが来る時と来ない時の差が激しい。なんか24の2がなくなってるよ。4になってるよ。あ、増えた。で、バスターでどれぐらい出るかですね。まあジャンヌのバフ入ってるんですが、2万7000ですね。で3枚目で3万3000ってなると、やっぱバスター性能も高いですね。まあバスターでクリティカルしてる時点で全てのサーバント割と強いっちゃ強いんですけど、まあそう考えると普通にクリティカルで殴っていくっていうのもありですね。これうまいこと全部クリティカルとかしてくんないかな。ほいほい。あー最後だけクリティカルしなかったけど、まあアーツのクイックでこれぐらいの NP 溜まるってなると、まあそこそこそんなにめちゃくちゃ悪くはないって感じだね。んーでここはどうしよっかな。あーアーツチェーンでこっちでやりましょう。押し切ります。下手しエリちゃん溜まる可能性あるか。67でしょ。うん、直帰しぐらいかな。ジャンヌが死ぬんで、ここでカリスマと防御ダウンで、ジャンヌのバフ入れてチェインを組んでみるとどれぐらいの火力か。アタッカーにするのはやっぱ難しいな。竜属性とかそういうのでジャンヌと合わせるのも微妙だしな。やっぱサブアタッカーだな。ジャンヌの方が火力も出るし。ただ、全体にどれぐらい与えてる？重たいよ。14万っていうので、まあ相当上がってるね。
あ、いい感じ。死んだ。特にジャンヌはなんか竜属性だからっていう理由で入れてたけど、入れてたけど言えなかった。そんな理不尽やろ。シータさん、これで耐えます。了解。いいじゃない。まあこれで殴って、いいね。あ、さすがにクイックけど、クイックでも竜魔族とかそこら辺のバフ入れてると結構入りますね。ということで、まあ、エリちゃんに関して、クリティカルしていくとこんな感じで、割と NP 効率は高めですね。うん、クリティカルするとやっぱ NP 率は高いわ。あれだね、やっぱりエリちゃんに関してはエリちゃん自体にバフをガンガン盛るっていうよりも、なんかあれだね、デバフとかやっぱサブアタッカーかな、運用としてはあれだと思う。エレナママに似てるっちゃ似て、まあ似てないんだけど、なんか運用の仕方としてエレナママもどちらかっていうとサブアタッカーだから、まあそんな感じで使っていけばいいんじゃないかなと自分は思います。で、まあわざわざあのあれだね、スター集中度上げなくても大丈夫なんで、ランサーだからちょっと星吸いにくいけど、どうだろうな。そう考えるとスター集中度アップとかのでクリティカル威力上がるやつ、まあネッサ絶対ネッサのカタライ入れるって言ってるな。だからネッサのカタライ普通に強いよね。 400% アップのクリティカル威力アップとか、あれだね、これもいいね。先生と僕スター集中度300上げて NP50% チャージっていうので、割とそういうのも使えるし、まあちょっとここら辺に関しては難しいね。ただ自分としては普通にバスター性能を上げるっていうのでいいんじゃないかなと思います。あとは NP 獲得量、そうだね、こういう形の瞑想が割と合うんじゃないかなと思います。ということで、今回ここで終わりにしたいと思います。最後まで見てくれた皆さん、ご視聴ありがとうございました。エリちゃんに関してはもう完全的に、まあ、アタッカーエリサーバーアタッカー寄りの方がいいんじゃないかなと自分は思います。では、今回ここで終わりにしたいと思います。最後まで見てくれた皆さん、ご視聴ありがとうございました。次回も FGO の動画撮っていきたいなと思いますんで、どうぞよろしくお願いいたします。それじゃあ、バイバイ。最後までご視聴していただきありがとうございます。チャンネル登録は右上の登録画面か、下の赤いボタンをクリック。再生リストは下の説明文から。おすすめの動画は左の画面に表示されます。それでは、ここまで見てくれた皆さん、ありがとうございました。